さらにインタビュー中にヤバすぎる放送事故を起こす。この男はカバーにとキスしたかった。カバーに感情を殺してて草。苦しい愛の情熱。されるがままに消えていくカバーに可愛い。ダーリンのために私は何ができるかしら。彼らはおそらくそういった関係だが触れるのは野暮だ。カバーにはキスをするために最初から口を固定していた。でも正直、彼に会ったら僕もこうしてしまうよ。カバーにの功績は偉大なものだった。カバーにの優しさが全て詰まった名シーンだよ。今後のサッカー史に残るだろう。このカップルの慎重さが好きだ。カバーに代表引退でスアレスも長くないだろうから、これからウルグアイ代表を引っ張るのがヌニェスになるのか。ついにカバーニが代表引退か。スタイルからスアレスの方が先に引退すると思ってたけど、フォルラン、スアレス、カバーニの3人が揃ってた頃が一番バランス良かったし、その後のカバーニ、スアレス、カバーニのロングパスからのシュートは記憶に残ってる。スアレスとカバーニのロングパスワンツーは衝撃的すぎて未だに鮮明に思い出せる。もう手とかつないだのかな。